令和2年12月14日、熊本地震で甚大な被害を受け、復旧工事が進められている阿蘇神社に、今年もしめ縄が奉納されました。阿蘇神社にしめ縄を奉納したのは、一宮町大しめ縄伝承会の古澤義則会長らで、奉納するしめ縄を軽トラックに積んで神社を訪れ、仮拝殿で奉納するしめ縄の払いが行われました。そして、昨年飾り付けて古くなったしめ縄を取り外し、今年取れたもち米の稲わらで作った長さ 3.4 メートルもある真新しいしめ縄を、仮拝殿の入り口や参拝所など11箇所に飾り付けました。熊本地震発生以前は、神社の拝殿や楼門などに大しめ縄を奉納して飾っていましたが、地震で拝殿や楼門が倒壊したために、一回り小さいしめ縄の奉納となっています。この日奉納されたしめ縄は、一宮町大しめ縄伝承会の会員19人が4月から準備を始め、9月から本格的に作ったということです。しめ縄を奉納した古澤会長は、来年は拝殿が完成するということなので、完成した暁には従来通り大しめ縄を奉納したいと話していました。いい年でありますように。